どうも、作家の鳥越和夫です。今回も、前回に引き続き制作の動画を見ながら、それについて語っていこうという、動画になります。また引き続き松川さんにお越しいただいてます。はい、よろしどうもくおよろし願いくおし願いまします。す。じゃあ、いきます。早速今回から着彩に入りますということで、動画再生しています。ちょっとノイズが入ってるかな。パレットに油を出すところから撮ってみました。これウィリアムスバーグのジャマースですね。まあ、土系の黒というか。で、これはミカエル・ハーディングっていうメーカーのローアンバー。ローアンバーだけど、かなり赤みが強いローアンバーで、なんか、バントアンバーに近いんじゃないかなっていうような色味なんですよね。そう見えますね。はバーントアンバー、もはやバーントシェンナーみたいに見えますけどね。それは単一の顔料なんですかね。だと思うんですけどね。今出した赤いやつは、あれですね。オークルルージュ。焼いああ。た、イエローオーカー。何でしたっけ？英語で言うと。レッドオーカーあですれか。どうかですね。で、今出したのがイエローオーカーですね。ああ、はい。これがシルバーホワイト。もうなくなっちゃいますね。今手についちゃいましたけど、これは気をつけてください。ちゃんと洗わないとダメです。塩泊は毒です。毒ですからね。鉛なんで。いや、手についても大まあ丈夫ね。だと思いますけどそのね。まま、そのままパンとかを食べなければ。で、メディウム、秘密のメディウムに あ、はい。サンシクンドを混ぜてと。まあ、この作業は別の動画でも、撮っちゃいましたけど。そうですね、秘密のメディウムの話ですね。秘密っていうのもな。秘 まあ、秘伝の伝調合。私が秘密にしてるわけじゃなくて、秘密の調合を教わったんで、私が勝手には公開できないっていう。鳥越さんの先生に教えてもらった、調合オイルですね、調合画溶液ですね。まあ、その出典はラングレなんですけどね。ラングレ。グザビエド・ラングレの秘密の情報なんですけああ、本には載ってないんですか、グザビエ。ど。それが載ってないんですよ。まあ、でもそんな特殊なものではないんで、これもいずれ、特別なものが入ってるメディウムでもないので、いずれ、まあ、メディウムの貝みたいなものができれば、その時に、まあ、似たようなものというか、近いものを作れればと、作って紹介できればと思ってお、はい。ます。で、メディウムを今絵の具に垂らして、まあ、練り込んでるところですね。はい。ああ、ちゃんと先にしっかり練り込んでるんですね。でも、こうしとくと確かにいちいちこう、柔らかくするときにそれを濡らす必要ないっていうのはあるんです。腕にメディウムを取って、それで絵の具をくしゅくしゅってやる必要がないっていうのはあるんですけども、はこれね、この作業はやったりやらなかったり結構バラバラなんですよ。もうめんどくさいなと思ったらもうやらなかったりですね。あ、この方が均一にメディウムがしっかり入るので、まあ、あんまり理想的、心配せずに、もうあらかじめメディウムが入ってるんで、画面のその堅牢度とかはあんまり気にしないで多分描けると思うんで。ただやっぱ面倒くさいんですよ、こうやって。今これ 間を結構動画で端折ってますけど、これを前職やってると結構な時間になるんですよね、やっぱり。
で、今もこう、混ぜてますけど、やっぱり書くときは筆にメディウムを取るっていうことを結局やることがやっぱ多いんで、まああんまやりるでしょうね。作業量が少なくなるっていうこともないのかもしれない。まあこのまま帰っても全然問題がないっていう意味で、まあ安心できるっていうことはありますけど。で、まあ書き方はおそらく人それぞれでもあるし、まあいろんなやり方があって然るべきなんですが、まあここではちょっと今画面中央にあるモチーフからもう一気に描いちゃおうっていう感じで始めてるんですが、周りをちょっとトーン落として、周りから先に置いていっちゃってます。これローアンバーですけど、やっぱり赤みが強いですね。ミカエル・ハーディングス、あ、ミカエル・ハーディングだか、マイケル・ハーディングだかっていうメーカーのローアンバーなんですけど、大体ローアンバーっていうとちょっとね、青みが強い茶系の色なんですけどね。もうガシガシやってるんで、ちょっと、あれですね。リフレッシュレートっていうか、あれが追いついてないような ガクガクガクってなっちゃう。これは筆はコリンスキーなんですか？いや、これは、パーミーはい。ですね。パーミーって何だったっけな。まあなんか、コリンスキーよりは太くて、ちょっと固めですね。だけども、ブタ毛よりは細くて柔らかいです。でもいきなり色を置いちゃおうと思ってるんで、まあ現物を見ながら描いてるんですけどね。まあこれぐらいの色味かなという感じで色を作って。もっと太い筆でパッパッとやればよかったと思ってるんですけどね。ちょっと時間かけすぎちゃった。で、これ画面だけ見てるとどんくさいように見えるんですけど、やっぱり現物をこう見ながらこっち見てこっち見て ってやってるんで、こう筆がじーっと止まってる間っていうのは、そのモチーフを確認してる時間なんですね。右に置いてあるのはワンチンですよね。ホームセンターにある木材使って適当に作った ワンチンですね。あそこに手を置いて。私、丸いの使ってましたけども、角材の方が良さそうですね、こうやって見ると。まあ安定性はいいですね。これはろうそくを立てる燭台ですよね。はい、そうです。何でできてるんですか？真鍮製ですね。真鍮製。メッキとかはしてないんですか？メッキはね、メッキ製なのか、でも、叩いて中までは見てないんでよくわかんないですけど、磨いたらちゃんとピカピカになってくれますんで、メッキも薄いメッキだったら多分剥がれてくるでしょう。真鍮に何か金のメッキとかしてあるのかなと思ああ、いや、ったんですけど。まあ、金じゃないでしょうね。ではないですか。どこで買ったんですか？ これはね、まあ、これ、海外のオークションで買ったんですけど、そんなに古いものじゃないと思います。まあ、それで、まあ、
数十年ぐらい数十のものですかね。だから本物のアンティークではないですね。まあ、こういったちまちました作業が延々と続くんで、2倍速で 早送りしてます。ああ、これ2倍速なんですね。ああ、だんだん形出てきましたね。やっぱり一つのモチーフを一気に仕上げた方が画面とか良くなりますかね。まあ書き方でしょうけどね。確実にというか、まあ私の場合は確実に言えるのは、もう一気に変えていった方が早く仕上がります。 まあ当たり前と言ったら当たり前なんですけどね。段階的に仕上げていく方法よりも、もう一気に一個ずつ仕上げていくっていう方が結果的に早く、かけますね。で、特に生ものがある場合はもうそれから先に帰っていくことが多いんで。ただこもう本当に仕上げるつもりで描いていくんで、もうすぐにいきなりもう仕上げちゃうつもりで描くんですけど、まあ実際はこう何層か重ねることにはなるんですけどね。この描き方は結構、まあ難しいといったら難しいんですよね。部分ごとに仕上げていくと全体の整合性が取れなくなって、もう後で見たらもうバラバラになっちゃうっていうことが起きやすいですからね。で、そこ今書いてる部分だけ見ればちゃんと書けてるっていうふうに見えるんだけども、隣に色が乗ってくるとまたまあ、いろんなさまざまなバランスが狂ってくるんで。ものの見え方っていうのは相互にこう影響しますからね。だから一個だけ、じゃあこの燭台だけ、じゃあバシッともう完璧に描いたと思っても、隣に何か、じゃあリンゴが置いてあったとしたら、じゃあリンゴの赤を乗せましたってなると、もう 燭台が全然くすんで見えちゃったりとか、そういうことが起きてくるので。そういうことを考えると、全体的に同時進行で並行して仕上げていく方がバランスは取りやすいっていうのは、それは確かなんですけど、だから特に初心者、慣れてない人ほどそういうことを起きやすいですからね。だいぶ形になってきましたね。この時点でどれぐらいですかね。結構時間経ってるんですけど。もうハイライトを入り始めてるんですね。もういきなり入れちゃうんです。あ、いきなり入れるんですか。最後かなというふうにハイライトは思うんですが、いきなり入れるっていうのもいいのかもしれませんね。まあ一つはそのアクセント、まあそのアクセントっていうと、まあ目印的な意味も持ちますから、実際に置いてみて、感覚、まあ距離だとか大きさとか、
その形が狂ってないかっていうのの目安になるので、もういきなり置いちゃってます。邪魔になればもう消せばいいので、はい、消すか、あるいは、まあ、削り取ってもいいですからね、はい、でハイライトはやっぱり結構ゴテッとした絵の具が乗りますけど、はい、邪魔だったらもう削り取ればいい。おそらくこういったハイライトとかは仕上げとして、はい、まあ、最後に入れるっていうのがなんていうかそのオーソドックスなやり方っていうか、まあ、仕様だとは思うんですけどね、はい、でもまあこだわらなくてもいいと思います。さっき言ったように目印アクセントとして目印にもなるし、はい、だからメリットがないわけではない、まあ、もちろんメリットがあるから先にやっちゃってるわけで、はい、それをメリット、そういう書き方がメリットにならない書き方だったらやらなければいいだけの話で、はい、まあ、その人に合ったような書き方を、まあ、すればいいと思います。だからこれが正しいやり方だとは言えないですけどね。これは上にろうそくが乗ってるんですよね。はい。あとでそこまで書きます。はい、ああ、はい。横は果物か何かですか？手前の、手前というかその右側にある丸っこいのが、右側とまあ左側にもあるんですけど、丸い形をしているのが、そうですね、果物。ソルダムですね。うちで採れたソルダムを、置く予定でいます。だから本来は、はい、そのソルダムから書き始めるんですけど、はい、もうこれはすでにもうないんですよ、このソルダム写真だけ撮っといて、はい、あ、昔の果物がいっぱいある生物があってどうやって描いたのかなって。ああ、あれはだから時期が違う果物とか花とか平気で置いてあったりしますからね、あれも描き方決まってて、うん、その通りにやってたのかなって思ったりするんですけど、ね、うん、いや、おそらくそうだと思いますよ。だって、まあ、果物、まあ、おそらく果物もそうだと思うし、花なんか季節が違う花がね横に置いて書いてあったりしますからね、うん、でやっぱどう見てもあれは見ながら書いてないなっていうのが結構多いですからね。うん、その昔の書き方ってやっぱり独特で、はい、実際にこう書いてみると、はい、真似してこう書いてみると、はい、これは見ながら絶対書いてないよっていうのはまあやっぱりそういう感じ になりますね。そういう印象を受けますね。なんか非常にこうなんていうかすごくデフォルメされたものが多い、はい、強調されてたり省略されてたり強調されていたりっていうところが多いですね。だからまあ私基本的には見ながら書きますけど、はい、見ながら書くのが正解っていうわけでもないですよね。でそのどれぐらいそのデフォルメさせるかっていうところが一つはそのまあ絵画が絵画たるところだと思いますから、はい、見えたまま描いたらいいっていう話ではおそらくまあないと私は思ってますからね。と言いつつやっぱりしっかり見ながら描いてるんです
そうやって見ながら描かない絵の方が早く描けたのかもしれないですね。こうやって見てるだけでも筆が止まってる時間って結構あるんで。ああ、そうかもしれませんね、うん、いちいちこう観察して観察しながら、はい、まあ、色作ってんでまた見て描いてっていう作業の繰り返しですからね。やっぱり作業効率としては落ちますよね、はい、そういうのはもうなんかイラストレーターとかもう空で何も見ずに描いてる人の方がやっぱり早いですよね。筆っていうかその指先の仕事量が多いというか倍進むような気もしますよね、うん、また今これ2倍速で早送りしてます昔の、ヨーロッパのデッサンの勉強方法で、はい、2階にモデルがいて、うん、で2階のそこのモデルがいる部屋ではキャンバスとかイーゼルは立てないで、そこは見るだけ で、うん、で下に行って下の階の部屋でこう、うん、書かせられるっていうのをやってたらしいですけどねそれは訓練法としてそういうのがあったということなんですかね、そういうデッサンの訓練方法があったらみたいです。もうまあアカデミーとかね、あの辺のアカデミーの時代の人たちっていうのは本当に何にも見ずに人体が描けるっていうのは当たり前だったでしょうからね。まあ群像を描くときは全部並べるってわけにいかないでしょう、ね、うん、実際にはそれは現実的には無理でしょうから100人ぐらいの人がいて、うん、いる絵とかありますからね、うん、これは銅板の上に書いてますけども、はい、書き味はどうですかね。やっぱり硬いですよ、銅板。硬いですか。キャンバスだとこう筆を置いた時にもやっぱり少しへこみますからね。はい、それがないのでやっぱり硬いなっていう感じがします。それはまあ板でも同様でしょうけどね。それとこの地塗りはまあ、結構ザラザラした地塗りをしてるのでやっぱり筆の、はい、なんていうかこう抵抗感というか絵の具の伸び方とかもやっぱり、まあ、地塗りでその辺かなり左右されてきますからね。塗りはいいんですけど、まあ、もうちょっと本当に平らでもいいかなっていう気はしてますね、はい、その辺はまあ調整して地塗りを調整してもうちょっと改善できれば。ここからろうそくの描写に入ってます、はい、これももう一気に仕上げちゃおうということでだだっと書いてますが、これは結構早いと思いますっていうのがこれ見ないで書いてますからあの想像で、ああ、見ないで書けるといいでしょうね、早く進んで鳥山さん食材を2階に置いてで1階で書いたらそれ以降は見ないで描けるんじゃないですか。まあ、食材はもう食材は見ないで描けるようになるかもしれないですけど人体と違って食材が毎回出てくるわけじゃないですか。そうそう、その辺がね、人物画だったら人物は毎回描くんでしょうけど、生物画の場合はモチーフは毎回変わりますからね。まあ、ろうそくは
まあ今までも何回か書いてるので、はい、それを思い出しながら、ろうそくっていうのは普通のろうそくなんですか？普通のというか、今普通のって言ったら、なんだっけ、パラフィン、出ない、はい、パラフィン、パラフィンだっけ、ね、パラフィンのようになりますけど、まあ、蜜ろうのろうそくですね。ちょっと黄色っぽい。ああ、蜜ろうのろうそく、うん。あ、いいですね。ろうそくつけながら描いたら香りがしてくるんじゃないですか。あ、そうそうそう。蜜ろうの匂いがしますよね、やっぱり。ただ結構減り早いんで、あれ絵描くときにずっとつけてたらもう描いてる間なくなっちゃいます。昔の照明代高かったでしょうね。その減りが早いんでは。そうですね、やっぱりだから油と比べてどうなんですかね。油の方が安かったかもしれないですね。カメラが固定で、はい、もう上の隅っこになっちゃいましたけど、あ、筆は変わったんですか？いや、あれは周りの背景の方ですね。で、これ、これも、あ、これはウォーターバージャーだっけな。ウォーターバージャーと、よいしょ。あ、でも、一緒かな。パーミー。あ、ウォーターバージャーですね、この筆は。この白い絵のやつはウォーターバージャーでした。ああ、はい。結構安い店があって、まあ、下手すると豚毛より安く手に入ります。お、1本数百円。お、細いやつだと200円とか300円ぐらいで。それちょっと後で教えてほしいです。ね、ただやっぱり、はい、あっちのフィリピンとか中国とかで多分作ってるんでしょうけども、はい、なんていうんですかね、ぶどまりというか、はい、その検品が日本ほど厳しくないので、はいはい、粗悪品が混ざってる率が高いんです。あ、だからまとめて買わないと、いい筆が手に入んないです。これはモチーフの照明とかはどうしてるんですか？蛍光灯ですね。はい、光炎色蛍光管っていうのをつけてます。色の再現性が高いやつですね。普通の一般に売られてる蛍光灯と比べて。ああ、はい。そんな高くないです。まあそれも私ブログに詳細に書いてますんで。蛍光灯 LED ではない。 LED じゃないですね。今まだ私は LED をちょっと導入しかねてますね。はい。まあ、コストとその性能とをこう、はい、比較した時に、はい、まだこの今手に入る光炎色蛍光管の方がまだ安いし、はい、数値上の性能も上なんで。あ、はい、なるほど。で、基本的にはその光炎色蛍光管っていうものと、はい、
あとはハロゲン、ハロゲンランプ、スポット光ですね。まあ、その2つが主に使う照明ですね。モチーフに対して、当ててる照明ですね。絵の方はどうしてるんですか？絵もあれ、その公園色系交換ですね。デスクライトをイーゼルに取り付けて、で、それで照らすようにしています。昼間描くときも夜描くときも照明は変わらずにそうですというね。感じですもう昼間も雨戸を閉めてか？窓閉めて、窓閉めてですか？ 蛍光灯で暮らしてます。雨戸があるんですね。やっぱり九州地方ですから雨戸が必要。わざわざ台風が来ますからね。こっちは雨戸ないですから、ああ、そうなんですか。雨幕みたいなカーテンなんですけどもね。雪が降るんですが、台風も来ますけども、どっちいかっや、ていうと雪ですね。雪の時なんて雨戸ないと寒いでしょ。やっぱ冬場はやっぱり雨戸閉めるとだいぶ違いますよ。いや、一応窓は二重サッシっていうのになってるんですよ。二重ガラスみたいなやつになってて、昔は寒かったんですけども、今は、だいぶ室温が下がらなくなりましたまあ、ね。二重にしたらね、その、だいぶ。あ、これは、今これは後日ですね。また別の日なんですが、今は、描画用のメディウムで、まあ、露通性をやってます。露通性っていうのは、加湿するときに画面を濡らすことを露通性っていうんですけど、フランス語ですかね。露通性。で、英語で言うとレタッチリなんタでしょうッチね、の、おそらく。レタッチですね。で、その露通性用のメディウムっていうのは市販されてるんですが、一般的に市販されてる露通性は私はちょっと信用してないんで 普通の、仕上げ用に素の薄いやつなんですよね。そうですね。で、再溶解性のある、まあ、樹脂がベースの液体になるんですが、その仕上げニスと同じように溶けるんですよね。溶けてしまう、溶剤に溶けてしまうので、露通性を厚く塗ってしまうと溶ける層ができてしまう。溶ける層の上に今度はまた再加湿するわけなんで、で、途中ですが、これはグラッシュをした、グラッシュの作業をしたんですけど、前と後の比較で、多分見てもね、ほとんど変わりがないんですけど、微実物妙を見にれば変わってるんでしょうけどもね。オーレオリンっていう、まあ、黄色の透明の色をグラッシュ。オーレオリンですね。薄く油で薄く溶いて、薄い層をかけてあげて、まあ、色味を若干つけて深みも出すっていう。グラッシュの時の筆は何だったんですか？コリンスキーです好きね。です。で、先ほどまでは、ウォーターバジャーとか、まあ、バーミーとかその辺の筆でしたけども、それよりももっと細くて柔らかいコリンスキーの筆を使っていますね。今使ってるのもコリンスキーです。なかなかいい感じになってきましたが、なんか私の顔の画像が邪魔ですね。まあ、若干の色付けをして、この真鍮製品に私はそのオーレオリンのグラッシュをよく使うんですけど、なるほど。まあ、たまにやりすぎてなんかやたら黄色くなっちゃったりもするんですけどね。まあ、でも真鍮製品にオーレオリンは割と合うんじゃないかなと思いますね、色味的にも。あ、終わりました。いや、ありがとうございます。今回は
真鍮製の燭台をもう一気に描いちゃおうっていう感じで集中的に描きました、はい、まああんな感じで描いていますっていうことで、まあ参考になるところがあれば参考にしていただくといただければと、というところで、じゃあ今回はこの辺で、どうもご視聴ありがとうございました。それではまた。